どうもおはようございます。おはようございます。一番バッター務めさせていただきます自民党千葉4区から選出をいただきました木村哲也でございます。千葉4区といいますと船橋市でございまして、船橋どういうイメージを持たれましたでしょうか。はい。船橋昔はヘルスセンターというものがございまして、今は中山競馬場、そしてまたララポート、そしてまたあ大丈夫です、ちょっと地元のことですね。はい。ここ最近ですね、有名になりましたのはトリップアドバイザーで、ディズニーランド、ディズニーシーの次に選ばれたアンデルセン公園、これユニバーサルスタジオジャパンを抜いたんですね。普通の公園なんです。ジェットコースターも何にもない公園なんですけれども、これが全国で3番目に選ばれた。今ではもう全国から視察に来るような公園になりまして、これはもう地元に住んでいる私たちも不思議なんですけれども、やはりリピーターが多いというところで、ファミリーのリピーター、今社会科見学、全国から県議市議が視察に来るというような状況になっておりまして、そしてまた梨の妖精ふなっしー、これは今ちょっとあまり出演率が下がりましたけれども、ここ最近なんですけれども、また住みたい街ランキングで船橋は1位になりました。東京から東に20キロ30キロという地点で、電車で30分40分というところでしょうか。非常に住みやすい街ランキング1位にはなったんですけれども、やはり、この千葉都民という方が非常に多くて、ベッドタウンというところでございますから、それなりの悩みはございます。つまりこの保育待機児童も非常に多いわけでございまして、一時期は全国ワースト2位という形もございました。その保育問題も取り上げさせていただきますけれども、私は市議会県議会通じまして、医療福祉介護、この社会保障制度の問題にも取り組んでまいりました。私の母が私10歳の時に脳溢血で倒れまして、私今48でございますから、今健在でございますから85歳、この37、8年在宅介護を続けてきたわけでございますけれども、こういう問題も実際に実体験を通じてお話をさせていただきたいところでありますが、また時間のあるときにお話をさせていただきたいと思います。この在宅介護という形で厚労省を進めておりますけれども、この在宅介護は親と兄弟3人おりますので、4人で回してこれたからこの在宅介護が成り立った。これから一人っ子が多い中で、どうやって在宅介護が成り立つのか、24時間巡回サービスもこういう制度はできましたけれども、この需要と供給がミスマッチの状況であるというようなことも含めて、やはりこの在宅介護のあり方、施設重視をすれば介護保険料に跳ね返ってしまうわけでありますから、こういう問題も将来的にわたって精査をしていかなければいけない。これまた時間あるときにしっかりとお話をさせていただきます。本日は医療費、2025年には60兆を超えるだろうというような状況の下で、その医療費の大幅削減政策、こちらについてと、保育問題、処遇改善問題と、そしてがん対策、私県議会の時にがん対策推進法に基づくがん条例を制定させていただきまして、これについて、がんについては思い入れがありますので、この部分はちょっと時間がありましたらお話をさせていただきたいと思います。まずは、この医療費の増大を抑える、どうやって抑えたらいいのかというところで、ちょっと一つ観点を変えてですね、今健康食品、これと医薬品の組み合わせの認識について、こちらについてお話をさせていただきます。健康食品に関してお伺いいたしますけれども、すでにもう皆様ご承知だと思うんですけれども、実際にこの健康食品と言われるものには様々ございます。健康食品については法律上の定義がございません。この一般には健康保持促進に資する食品全般が健康食品であり、
医薬品ではないものと区分されております。この健康食品の分類を考えますと、栄養補助食品、健康補助食品、そして保健機能食品、機能性表示食品、そして栄養機能食品、私たちがよく知っている特定保健用食品、特保、特別用途食品などがあります。これを国民の皆様は、消費者の皆様はどれだけ理解をしているのか、この意義を理解しているのか、効能を理解しているのかという中で、幅広く健康ブームによって増えてきている。これらの原因によって健康被害というものも多く発生しているものであります。この中でもまた、ウコン、カフェインなどの健康食品を適量超えて摂取してしまい、そして健康被害が発生している場合があると承知しております。製品に問題がある場合、これは事業者に対する規制も考えられているわけでありますが、過剰摂取等の場合はどの健康食品が原因であるのか特定もこれは困難になってまいります。そこでまず現行の健康食品による健康被害の防止策について厚労省にお伺いいたします。厚生労働省生活衛生食品安全審議官、宇都宮審議官。お答えいたします。食品衛生法におきましては、これまでと著しく異なる方法で食品に用いられるものにつきましては、人の健康を損なう恐れがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要がある場合は、薬事食品衛生審議会等の意見を聞いて販売禁止をすることができることとされてございます。さらに、一般的に健康食品と呼ばれるものを含めまして、錠剤、カプセル錠等の食品につきましては、健康被害を防止するため、文献検索や毒性試験を実施し、適切な摂取目安量を設定するなどの原材料の安全性の確保、それから製造の全工程における製造管理と品質管理を行う製造工程管理の実施により、製品中の成分の品質の確保を図るガイドラインを示しまして、食品等の事業者に対して指導を行っているところでございます。このほか、消費者に対する普及啓発としまして、食品等事業者による摂取時の注意事項や摂取目安量に関する情報の消費者への提供、それからパンフレット等や消費者との意見交換を通じまして、健康食品に関する正しい知識の普及啓発、こういったものを関係省庁と連携して行っているところでございます。木村哲也君。はい、行っていらっしゃるのは理解します。そしてまた、さまざまな情報周知もしているのもよくわかります。しかしながら実際はなかなか理解していない。私も今日眠気覚ましに、なんとか打破飲んできました。そしてまた特保のお茶も飲んできました。こういうのを多量摂取するとどうなってしまうのか、今お医者さんにかかってて、例えば膝が痛い、この痛み止めを飲んでいる、内科の薬を飲む、さまざまなものが組み合わさってどうなってしまうのかというところもありますし、これはお薬手帳でですね、これは調整するというところもありますけれども、ここで聞かれて言わなければ、そのままもう5錠10錠もう1回に何錠も飲んでいる方もいらっしゃるわけでございます。そこでやはり薬と薬の組み合わせも問題なんですけれども、この薬と薬の組み合わせ、これはやはり減退をするとか、または増強してしまうとか、そういうもので被害も被るとも伺っております。そういう部分も含めて、健康食品と医薬品との組み合わせによる健康影響について、厚労省の今の現状、そして取り組み、どうなさってますでしょうか。宇都宮審議官。お答えいたします。厚生労働省では、平成24年度の厚生労働科学研究におきまして、健康食品と医薬品との相互作用に関する評価を行ってございます。その結果では、調査対象とされました健康食品の51品目のうち、約 70% に当たります36品目が医薬品の代謝に影響を与え、医薬品の効果が弱くなったり、副作用が増強したりすることがあるという結果が報告されてございます。
このように健康食品と医薬品の併用によりまして、予期せぬ健康被害が発生する可能性がございますことから、厚生労働省では薬を飲んでいる方は原則として健康食品を併用しないようパンフレット等で注意喚起しているところでございます。また医薬品医療機器総合機構では製薬企業や医療関係者からの医薬品の副作用報告や最新の文献等の知見を収集してございまして、併用してはいけない健康食品に関する知見が得られれば、厚生労働省はその医薬品の添付文書の改定を製薬企業に指示するなどして、その旨注意喚起を行っているところでございます。また国立研究開発法人医薬基盤健康栄養研究所では文献等の知見を踏まえた健康食品に用いられる素材のデータベースを運用しまして、その中で安全性に関して医薬品との相互作用に関する情報の収集及び発信を行っているところでございます。引き続きこれらの取り組みを継続的に実施しまして、健康食品と医薬品の相互作用による健康影響の防止を図ってまいりたいと考えているところでございます。はい、木村哲也君。はい、ここまでですね、健康食品がもうインターネットでも購入できますし、さまざまありすぎると本当に消費者は理解できない、これも10年ぐらい前に、厚労省が担当でしたけれども、これ消費者庁に表示は変わってしまったというところもあります。これ健康食品批判しているわけじゃなくて、一つ一つの効能は非常に素晴らしいんだと思います。しかしながらこれ組み合わさったときに本当にどうなってしまうのかというところもございまして、こんだけ健康健康を言ってて医療費は下がってないんです。こんだけ健康食品が蔓延している中で、全く医療費も薬剤についてもこれ下がっていないという現状がある。何が言いたいかと言いますと、これですね、とある機関でございますけれども、重篤副作用疾患別対応の、新判定検定システム導入と疾病対応型食品の開発による医療費の大幅削減というものがございます。これは2025年には60兆を超える医療費の削減と、そして薬剤費の軽減、そしてこれらを整理をして研究を重ねて健康食材を整理をして健康寿命を伸ばそうという観点から、多くの健康食品を発売している大手メーカーも参加をしながら研究開発を進めるプロジェクトでございます。ここで注目をしているのは高血圧と糖尿病。この糖尿病系患者というのは国民全体の6分の1おります。約2000万人。そして、糖尿病患者の3分の1が実は、糖尿病性腎症になります。そして、日本では人工透析を受けられている方が32万5000人おりまして、その32万5000人の 44% が糖尿病性腎症ということでございます。人工透析は1人当たり年間500万かかるわけですから、これらを事前に抑えることによって、どれだけの医療費が削減できるのかというところにもつながるわけでございます。このプロジェクトは山形県鶴岡市、慶応義塾大学の先端生命科学研究所、こちらも関係しておりまして、特定の食材が持つ機能性の糖尿病への効果、例えば腸内細菌との組み合わせなどについて研究しており、科学的でより効果的な健康食品の開発を目指しているところでございます。こうした取り組みというもの、今これからも研究開発が進むわけでございますけれども、これはとてもとても厚労省だけではできない話でありますので、やはり政府としても支援をしていく必要はないかというところでございます。これはメーカーが絡みますので、経産省も農産省も含まれます。そのような状況で健康医療戦略、その推進本部のもと、さらなる研究の推進に向けて関係省庁が連携を密にできる体制を整える必要があると思いますけれども、所見を伺います。小川内閣官房内閣審議官。お答え申し上げます。安倍内閣におきましては、高齢化が進展する中にあっても、
国民がさらに健康な生活及び長寿を享受できることのできる健康長寿社会の形成に向けた取り組みを進めているところでございます。健康食品につきましては、先生ご指摘ございましたけれども、健康医療戦略におきまして、いわゆる健康食品など機能性食品について、その活用が期待される栄養指導サービスや配食サービス等との情報の共有や、事業者の交流を推進することにより、健康づくりに貢献する新産業の創出を図ること、あるいは健康長寿に結びつくと示唆されている地域の農林水産物、食品の機能性の発掘及び新たな機能性食品の開発を推進するといった方針が示されているところでございます。こうした健康医療戦略の方針に従いまして、引き続き関係省庁間で適切に連携を図ってまいり、食品の機能性発掘のための研究開発を含め、健康長寿の延伸に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。木村哲也君。はい、この問題はちょっとまた、また別の機会がありましたらお話を進めさせていただきたいと思います。時間もあまりありませんので、保育の問題を触れさせていただきます。船橋はワースト2になったというところもありまして、今のこれから期待されている4万円5000円の制度におきまして、またこれなかなか使いづらい、使い勝手が悪いというところがございます。と言いますのが、やはり今保育士、これ不足をしているところはどんなことをしても、これ潜在という言葉自体が悪いんですけれども、帰ってこない。そして私も県議会時代には潜在看護師、これは医師会の方々ともお話をしましたけれども、これはもうなかなか難しいですよ。これ帰るときに研修制度も行いますけれども、この看護師の場合は、例えば私たちの場合は亀田病院とか他野田に看護学校を作って枠を広げれば、それは看護の需要が増える。しかしながら保育士の場合は違うんです。保育士の場合は今もう学生自体が減っている。枠なんか増やしても保育士は増えないんですよ。これはやはりイメージが良くない、イメージを落としてしまった。私たちのこの保育士に関するイメージというのは、やはり私たちの経済を支えてくれていると言っても過言ではなくて、共働きを支えてくれたり子育てを担ってくれている、そういうイメージ、しっかりとこれは給料アップだけで本当にそれが改善できるのか否かというところ、もう一回考え直さなければいけないわけで、それこそ質を高めなければいけないわけでございます。例えば今回の制度におきまして、4万円、5000円ありますけれども、今私たちのところもそうなんですけれども、法人にどうしても待機児童解消のために保育園作ってくれと、この法人が何個も保育園作るわけです。これが一つ一つじゃないんです。法人で3つ4つ運営しているところもあります。そうなりますと20年働いている方々が3分の1で済まない。4万円、20年働いてても4万円もらえない。しかしながら新しい保育園ではもう4万円もらえてしまう、新人の方がもらえてしまうというような制度になってしまう。こういうことも含めて、やはり一体的に法人の場合は考えていく必要がありますけれども、この点についていかがでしょうか。吉田こども家庭局長。待機児童解消、保育の受け皿整備のためにも保育人材の確保は大変重要な課題だと思っておりまして、今ご指摘いただきましたように、私どもとしては保育人材の処遇改善ということで、平成29年度予算で全職員の処遇を 2% 上げるとともに、技能経験を積んだ職員に対する追加的な処遇改善、ご指摘になりましたように、経験年数が7年以上4万円とか、あるいは経験年数がおおむね3年以上5000円という処遇改善を行いました。でこれにつきましては、現場からのいろんな声をいただいて、現在今回の処遇改善のその加算の認定状況などにつきまして、内閣府を中心に現状を把握させていただいているところでございます。これまでもいくつか現場の運用に応じて弾力化するような形取り組んでまいりましたけれども、引き続き現場の声を伺いながら円滑な運用に努めてまいりたいと思います。なお今ご指摘の中では法人単位の配分というご提言ございました。ただこれにつきましては、私どもこれまで考えさせていただいている中では、確かに法人が経営する施設間での加算対象の人事異動が要因になるという利点もございますが、一方で今回の処遇改善、中堅職員をそれぞれの施設において位置づけていただいて、
その職務、職責に応じた処遇改善を行うということで、キャリアアップの仕組みを構築するという狙いも込めてございますので、まあ、それに比べて、この法人単位ということがいかがなものかという懸念も私と思っておりますけれども、いずれにしても現場の声、よくよく聞かせていただきたいというふうに思っております。木村哲也君。はい、今、人事異動の件ありましたけれども、だから、20年働いている人は新しいところに移ればいいと。それを言うと保育の質を考えてないのかと言われるわけです。この子どもたちはその先生についてきてたり、子ども先生も保育士もその子どもたちをしっかりと全うさせたい、卒園まで育ててあげたいというところがありますから、簡単に同じ法人内でも人の組み替えというのはできないものであります。そしてまた地方にこの保育士を探しに行ってもなかなかこの保育士が見つからない。どうすべきか。そして地方からもし、この都心に来たときに8万2千円の住宅手当がありますけれども、これも5年で切られてしまう。じゃあ6年目はどうしたらいいのか。そういう問題も含めて保育士対策というのは根幹から保育のイメージを変えていかないと、若い方々が夢を持っていかないと、そういう持てるような政策にしないと私は保育士は増えていかない思います。もう時間が来てしまいましたので、すみません。この意見だけ述べて終わりにさせていただきます。ありがとうございました。